本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーい、スタート。どうも皆さん、こんにちは。監督ラボの監督です。どんな環境でも相性抜群。おしゃれで、どんなインテリアとも馴染みやすい。今回紹介するのは、おしゃれな6段ラック。両側には、鉄製フレームのデザインが施されており、本や装飾品などを自由に配置することができます。また、吊り下げ収納ができる SD フックも付属しております。商品の特徴や仕様、レビューしていきます。ぜひ最後まで動画をご覧ください。横が60センチ、奥行きは30センチ、棚板の厚さは約 1.5 センチ、一つの棚板は約25キロまでのものを乗せることができます。MDF 木製とは、ズバリこの MDF こちらは木製ボードの一種です。日本語では中質繊維板、もしくは中密度繊維板と呼ばれ、細かく裁断した木材等を板状に成形したものです。こちらメリット、デメリットについても紹介していきます。まずはメリット。 MDF 木材は繊維が滑らかな上に、表面や切断面も滑らかな仕上がりです。端材や廃材など有効を利用して使われているので、環境に優しく、リサイクル性が高い素材です。続いてデメリット。水分に比較的弱いので、湿気が多い場所での使用や水濡れには要注意です。自由に調整可能な棚。こちらの棚は自分の希望に合わせた枚数でカスタマイズすることができます。ラックに置くものによって13段階まで高さを調整することができます。家電、食器、写真、装飾品、観葉植物、ワイン、本、食品などを整理収納できるほか、趣味のぬいぐるみやフィギュアなどをおしゃれに飾ることもできます。SD 収納フックについて、付属している SD 型吊り下げフック、こちらは8個入っております。主にヘッドホン、小さな小物なんかをかけることができます。落下防止ストッパーについて、背面側には物が落ちないように約5センチの高さストッパーがついております。これによって安心して物を設置することができます。ちなみに1箇所のみ全面が囲われた棚がございます。足場について、4つの足場、多少なんですが高さを調整することができます。この足パッドは不均一な床でも棚を水平に保ち、ガタつきを抑え、床についてしまう傷をある程度防ぐことができます。いか
かだったでしょうか。どんな環境でも相性抜群、おしゃれで、どんなインテリアとも馴染みやすい6段ラック。ちなみになんですが、地震などの災害で転倒が不安な方、壁固定用金具というものもついていますので、こちらを使用して備えることもできます。この商品興味が湧いてきましたら、様々なバリエーションもありますので、ぜひ詳細をご覧ください。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。このラック、ストッパーがついているのがいいね。本番いきます。よーい。また、釣り下げ、全面がここ、